小枝ちゃんの木のお家にはいろいろな野菜が採れる不思議畑があるの。その畑で採れた大きなカブとカボチャ、今日はみんな集まってお料理をするの。リスちゃんは怖がり屋さん。うわ、大きなカブ。このカボチャもかわいい。ほら、うわー、出た、お化け。小枝ちゃん、なんとかしてください。もう、リスちゃんはさっき見たでしょ。これはただのカボチャよ。ほんと、怖がり屋さんなんだから、うん、今は急に見て驚いただけです。いただきます。うわー、カボチャのパイ、甘くて美味しい。カブのサラダも採れたてで美味しいね。うん、ひなちゃんはお料理の天才だね。ありがとう。素材がいいからお料理もすごく楽しいよ。これならいくらでも食べられるです。ジュン、出たー。うわ、あらあら、リスちゃんってほんと怖がり屋さんなのね。怖いよ。小枝ちゃんは何をです。パーッとパーティー、パパパのパー。でチョッキンチョキ。コリンゴちゃんはなんだろう。ふふ、お腹が減り。ふふ、今日の占いじゃんけん占い。グーとチョキパでいってらっしゃい。くる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 じゃんけんぽん。片手で美味しいね。うん、ひなちゃんはお料理の天才だね。ありがとう。素材がいいからお料理もすごく楽しいよ。これならいくらでも食べられるです。ジュン、出たー。うわ、おばかり屋さん。うわ、大きなカブ。このカボチャもかわいい。ほら、小枝ちゃんの木のお家にはいろいろな野菜が採れる不思議畑があるの。その畑で採れた大きなカブとカボチャ、今日はみんな集まってお料理をするの。リスちゃんは小飽き見たでしょ。これはただのカボチャよ。ほんと、怖がり屋さんなんだから。うん、今は急に見て驚いただけです。いただきます。うわー、かぼちゃのパイ、甘くて美味しい。カブのサラダも